皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、また3実況プレイのパート27です。キマイル研究所をとりあえず抜けまして、このサルサと一緒にちょっと違うところに出かけることになってんのかな。まあ、やっていきましょう。それまあサルサも彼女さんを助け出したみたいですね。どれ、扉には踊っている人たちの姿が描かれている。ここはサルサの出番だな。久々の。どうでもいいけどよくわかんない仕組みだよねこれね。さてここは魔法の手袋。これクマトラ戻ってきたら彼女に装備させられますね。なんかマジプシンチっぽいのがありますが、問題なしでだいぶあれ真ん中怪しいけど。お、クマトラ。すげえ、リュカ。ダスター。本当にちゃんと会えた。サルサもか。久しぶりだな。生きてたんだ。お、コイザルも元気だったか？こんにちは。なんだあのイカツイツ。あらあら、可愛らしいお客様だかと。私にも紹介して。怖いからね。ああいいよ、こいつらは俺の友達。こっちは猿のサルサとそのコイザル、そして人間のイルカに泥棒のダスター、それから犬の、名前聞いてんの、犬のボニーだ。あなたがリカちゃんね。イオニアちゃんからお話は聞いてるわ。いらっしゃい。針の場所まで案内してあげる。ああ、忘れてた。リカ、あの人が7人のマジプシーの一人、ドリアだ。俺を助けてくれたんだ。そういう運命だとよ。なるほど。お母さん。あなたがここへ来ることはイオニアちゃんから聞いていたわ。私が守ってるこの場所の針は池の底に沈めてあるの。ドリアの針は一手間多い。あなたが本当に針を抜けるのかまだわからないけど、針を抜くためにはこの池の水をどうにかしてこっちの空っぽの穴へ移動させる必要があるわ。西にキマイラ研究所があったでしょう。あそこに池の水を移動させるのに使えそうなガラクタがあるかもしれないわ。探してみたら。またあそこに行くのか。なんかすげえのうろついてんだよなあそこね。なんかまた敵いっぱいいるし。
相手知らねえわ。おや、何？池の水を全部使える方法を探してるのか？うん、少年よ、君の目はあれじゃ、何か使命を帯びた者の目じゃ。よし、私が一肌脱いでやろう。アクション！見たまえ。私が極秘に開発したキマイラたちを見繕って持ってきた。どれでも使えそうなやつを連れていくといい。なんか中身アイテムかなんか探せばいいのかな。これはないな。まあ、こいつでいいんだけど、とりあえずちょっと待って。もうちょっとこの中探索してみよう。危ないかもしれないけど、まだちゃんと見れてないと思うんだが。一応セーブして。あのでっかいキメラに見つかるのがやばいんだよね。降りた瞬間やったらびっくり。やっぱいるな。あ、いいんだ、ありました。よし。うん、経験値でいけえな。いろいろアイテムあんじゃん。あいつ、なんだあいつ。あれ、反対側から行けば戦える感じかな。うわ、それはつらい。ん？でも待ってるよ。片っぽいなくなったんだか。あ、
こっち全てなんだ。なるほどね。何こいつ。やばかったかな。目隠す、うん、でしょうね。なんだい。お、ムーンウォークしたけど。やばいな。こんな状態であれに見つかったら大変だぞ。経験値いいな。まあいいか。よし、先進もう。お、取れた。サイコカウンターアルファ。じゃあこいつを借りていきましょう。この子よ。この子ならきっと池の水をどうにかしてくれるわ。吸ってる。水を吸ってるわ。池の水がどんどんなくなっていくわ。もっとよ、もっと。で、尻尾から出すんだ。キャー、見て見て、水があんなに出てるわ。ゾクゾクしちゃう。何、あのおっさん気持ち悪いな。まあとりあえず助かった。悠然と帰るわ。この大舞台は花、大舞台の花道を悠然と帰っていくわ。役者ね、占領役者だわよ。ポンプや、あれよ、あれこそがその針だわ。
ドラゴンを封印している7本の針のうちの1本よ。なんか剣が逆さまに刺さって刃なくなったみたいなね、そういう見た目してっけど通れねえから通してくんねえかな。イオニアちゃんの言う通り、あなたが本当にこの針を抜ける少年なのか。怖いような嬉しいような、その瞬間を目撃できる喜びと不安、ドキドキ、もう一つドキドキ。さあ抜いてちょうだい、私の目の前で思いっきり抜いてみせなさい。もしこの針が抜かれたら、ドリアもエオニアみたいに消えてしまうのか。そうよ、針を守る役目がなくなるから。その時が来ないと絶対に針は抜けないの。だから針が抜かれた時はその時だという、その時ということなのよ。その運命を喜んで受け入れるように私たち魔術師は生きてきたの。だから気にしないで、死ぬんじゃないの。ただ運命に従って消えるだけなのよ。だからそれは嬉しいことなの。いろんな思い出もあるからちょっと寂しいけれどね。あるできますか。はい、容赦なく。リカの中で何かが目覚めた。リカは PK ラブベータを覚えた。本当に今が終わりの始まりなのね。とうとうその時がやってきたのね。まさか私がこんな痛いけな少女のうちに針を抜く人が現れるなんて思ってもみなかったわ。おっさん、若くて綺麗なままに消えていく私ってある意味幸せ。クマトラちゃん、あなたもリカちゃんと一緒に行って見届けるといいわ。若く美しく消えていく私のことをいつも思い出したね。このドリアの形見を持って行って。あら、グッズがいっぱいね、残念。あとはあなたたちに任せるわね。え、グッズ、じゃあね。あら、いっぱいでもらえなかった。マジで。それはもったいねえ。昔、イオニアに聞いたことがある。芝の地下に眠る闇のドラゴンが目覚めたとき、すべての命とすべての時間が生まれ変わる。何が起きるのか俺は知らないけど、最後まで見届けさせてもらうぜ。ルカ、俺が一緒に行ってもいいか。もちろん。タロさ、久しぶりに。さっき会ったばかりだけど、またお別れだな。なんだそんな顔して、センチメンタルな猿だな。行くぞ、目指すは次の針。お前も恋猿と仲良くな。ん？どうかしたのか？ナッツ？俺にくれるのか？ありがとう。また会えることがあったら会おうぜ。
るほど、これでサルサとはお別れか。そうか、ここもう入れないもんな。あ、入れるんじゃねえか。なんだよ。え、で、さっきの片身のグッズはもらえないの、結局。ちょっとこれ渡して、こんなもんか。いた。うん。あ、あれか。いきなり？あ、間違った。なんか長えの始まっちゃったな。よしよしよし。はいと。さて、まあとりあえず、まあ針一本抜いて、リュカの新しい力も目覚めたと。まあこれからまた新しい針を求めて旅をしていくんだろうけれども、今特に、なんかどこに行けっていう情報もないのでどうしようかね。はい。まあ、何かしらね、多分これからイベント発生すると思うんで、まあそれに従って進めていきたいと思います。ではマザー3実況プレイのパート27、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。